はいお疲れ様です、えー、今回は OpenAI が新しくリリースしたあの新しい音声モデルですね。それを、えー、とデモで試せるページがあるんですけど、それで遊んでみたら結構面白かったので、それを、ね、少し共有したいなと思います。で今、これが OpenAI の,の,の音声モデルを試せるページなんですけど、でここにいろんな人の声,声のタイプと、 あとはここが、えー、とどういう口調でその、まあ、読んでほしいかしゃべってほしいかっていうのが選べるものですねでここがねちょっとねわかんないですけどな多分何かしらのプロンプトだと思うんですよでこの辺はちょっと僕いじり方がわからないのでいじらないですけどこのスプリクトっていうこの部分にあの自分が読み上げてほしい文章を入れると日本語でもちゃんと読み上げてくれるんですよで ついさっっきちょっと試したのが、えっと、僕がついさっき挙げたクロード MCP とブレイブサーチを連携させたらあのよかったよっていうそのディープリサーチを再現しましたっていうものの文字起こしを、えっと、クロードに投げて600文字ぐらいの日本昔話風に要約してっていうふうにやったんですね。でこれをコピーしてここに貼り付けます。 であとはもうこの「遊ぶ」って再生ボタンですねを押してあげるとクロード殿と勇者ブレイブの深き探究の旅昔々あるところに知恵深きクロード殿という AI がおりましたこの殿ブレイブという勇者と手を組みディープリサーチという秘術を編み出そうとしていましたわしはブレイブ殿と力を合わせ赤中症 ヘキ中症という難病について調べるのじゃ、とクロード殿は言いました。クロード殿はまず、グロックという先達の知恵を借り、その思考の道筋を学びました。なるほど、このような順序で考えればよいのか、と膝を打ちます。そして殿は、60点から100点へという呪文を唱え、より優れた術を編み出しました。この術を使えば、筋肉の縮みや、 動きの制限について詳しく調べられるのです。出来上がった術は素晴らしく。ジェニニ・どのやマヌス・殿に負けぬ出来栄えじゃ。と殿は喜びました。特に他の術は使用回数に厳しい制限があるのに、この術なら好きに2000回も使えるという利点がありました。これからは我が術で様々な調べ物をし、皆の役に立つのじゃ。 とクロード殿は満足げに頷きましたそしてこの術の作り方を村人たちにも伝え皆で知恵を分かち合いましたとさめでたしめでたしこれすごくないっすかちょっと面白くないっすか結構自然な発音で喋ってますよねまあもちろんちょっとこの辺あのまあ文章が間違ってるのと噛んだり 熱してるのはあったりとかあとたまになんか音割れするんですけどこれ結構面白いっす、ね、これ <laughs> でちゃんとなんか抑揚がついてたりとかもするんですよ。でこれがその,読み方の雰囲気っすよね昔話風がここにあるんでまあそれで読ませたらまたちょっと雰囲気が出たりするんだろうしあとはこれを押すと。 あの変わるんですよねどういうふうに読んでほしいかっていうのがなのでえっと真実の犯罪マニア海賊海賊いいっすねでちょっとあのどんくらい長文を読めるかを試したいなとも思うのでえっと僕がマヌスで書かせたプログラミングのあのなんか初心者用の物語 をわーーとコピーをして第1章ぐらいまで読ませてみますかここまでですねどんくらい読んでくれるんだろうなちょっとここからはただ聞いてるだけになると思いますけど開業とかないけどいけるかなで声も選べるとこれどれにしようかな まあ、バ,ラバラッドさんかなこれバラッドさんでいくか第1章プログラミングとの出会い春の日差しが差し込む土曜日の午後地域のコミュニティセンターでは子ども向けプログラミング教室が開かれていました教室の前に立っていたのは10歳の田中優と少し緊張した面持ちで教室のドアに手をかけています 大丈夫かゆうとは小学5年生昨今の授業でプログラミングに少し触れて以来自分でもゲームを作ってみたいという気持ちが膨らんでいましたお母さんに相談すると地域のプログラミング教室を見つけてくれたのですドアを開けると明るい声が聞こえてきましたあ新しい生徒さんかなようこそ そこには優しい笑顔の男性が立っていました。佐藤先生です。IT 企業で10年以上働くベテランエンジニアで、休日には地域のプログラミング教室でボランティア講師を務めています。田中優斗です。よろしくお願いします。優斗が少し緊張した様子で自己紹介すると、佐藤先生は温かい笑顔で答えました。優斗くん。 よろしくね。僕は佐藤だよ。みんなは佐藤先生って呼んでるけど、気軽に佐藤さんでもいいよ。プログラミングは初めて学校で少しだけやったことあります。でも、自分でゲームを作れるようになりたいんです。あ、止まった。そっか、半分もいかないぐらいか。かそんなに長文は、 全部を読み上げてはくれないです、ね、いやでもちょっと面白いなこれ <laughs> 面白いなさっきの,あのクロードに書かせた600文字の日本昔話風のやつはまあ600文字前後ぐらいならいけるんでしょうかねえー、っと文字数チェックしておきますか 文字500文字は大丈夫だということで「佐藤先生だよ」「僕は佐藤だよ」「ここまでか自分でゲームを作れるようになりたいんです」までを読み上げたから。 これが何文字かだよな。528。まあたい500文字ぐらいってことですかね。読み上げてくれるのは。うーん。まだ、あ、ちょっと面白いっすね、これ。<laughs> なんかいろいろ YouTube の要約を500文字以内に収めといて、それで、これでなんかラジオ感覚で聞くとかは全然ありっすね。で、いろんな声試しながら、ちょっと遊びながら、 読み上げさせるとかはいいっすねなんかこれ物語書いてあれだな,なんかちょっとこう勉強の内容をちょっと物語風にしてでこれで読み上げさせて子供に聞かせるとかはちょっと面白そうっすねなんかこれが動いてるのも面白いしいろんな声でいろんなバージョンで物語を読ませるとかはいいですよね落ち着いた感じ S, S 年齢で誰だろうなニューヨークのタクシーの運転手気になるわ T1 プログラミングとの出会い春の日差しが差し込む土曜日の午後地域のコミュニティセンターでは子供向けプログラミング教室が開かれていました教室の前に立っていたのは10歳の田中優斗少し緊張したもの持ちで教室のドアに手をかけています、うん

いや、これちょっと面白いな。いろいろいじってみようかな。だかこれがそれぞれの音声のプロンプトってことっすよね。で、これも多分いじっていいやつなんだろうな。うん。で、構築を開始するで、ここで自分で作ったりもできるのかもしんないですね。いや、これちょっと面白いっすね。なんだろうな。音声 音声の新しいモデルで、ね、なんか基本的には API 利用でその、ね、開発者向けだろうなと思ってたんですけど、その僕が、ね、ニュースで紹介した時もそういう風に言ったと思うんですけど、自分には関係ないかなって思ってたけど、ちょっとこれは面白いですね。このデモ画面だけでも遊ぶのはいいかもしれないですね。 ちょっといろいろ使い道を考えてみようかなと思います。まあ子供たちに聞かせたりとかねそういうのでも永遠の楽観主義者とかどういうパターンなんだろうここもまあランダムで選べるよって感じですね。ここはラインナップは変わらないっぽいですね。はいそんな感じで <laughs> ちょっとね あの気になったんで触ってみたら意外と面白かったんでまたいろいろ使い道を探ろうと思います。でダウンロードもできるんですね。はい。まあ、ちょっとよかったら試してみてください。これのこのページの URL 概要欄に貼っとくので、はい、よかったら遊んでみてください。はい。では。